トレイシー・ソーンは、イギリスのシンガー・ソングライター、ボーカリスト、エッセイストである。マリン・ガールズ、エブリシング・バッド・ザ・ガールのボーカルでもあった。イギリス・ハートフォード・シャー州出身。3人兄弟のバッシビショップス・ハットフィールド女学校の同級生らと、ザ・スターン・ボップスという名のパンク・ポップグループを結成し、ギターとバックコーラスを務めた。トレイシーと同級生のジーナとジェンの3人に、 ジェーンの妹アリスが加わり4人組になった時にバンド名をマリンガールズと改めた。マリンガールズは地元のクラブやパーティーなどで演奏しているうちにエセックスのインディーレーベルインフェーズと契約しシングルオンマイマインドを発表。さらに3枚のシングルカセットテープアルバムアデイバイパーティーとビーチパーティーの2本をリリースするなど活動を続けたマリンガールズだが 途中ジーナが脱退し、トレーシーも、春大学人文化学部英語コースに入学したために、夏休みだけの活動となってしまった。しかし、チェリーレッドレコードと契約を交わすことになり、マリンガールズに先駆けトレーシーのソロアルバムを作る、ことになった。そして、ファーストミニアルバム、遠いなギサディスタントショアが1982年に発表される。 マリンガールズとしては1983年にアルバムレイジー・ワイズから気だるい生活を発表した。チェリー・レッドの戦略で偶然トレイシーと同じ春大学に在学、活動レーベルに所属していたベン・ワットと二人のデュエットレコードをリリースすることとなり、エブリシング・バット・ザ・ガールが結成された。二人の曲を痛く気に入ったポール・ウェラーは、 自身のレスポンドレーベルに引き入れようとしたが失敗し、代わりにスタイルカウンシルのファーストアルバム、カフェブリュの一曲、ザ・パリスマッチ等の様々な曲に二人を参加させている。1984年に春大学をトップクラスの成績で卒業。後にアーティスト活動と並行しながら、ロンドン大学バーベック校の文学修士号も取得した。当時、トレイシーは、 社会問題化していた舞台恐怖症と戦っており、そのプレッシャーを跳ねのけるため進学を選択したという。同年にシングル、Each and Every One をリリース、以降、ファーストアルバム、エデニや1994年のシングル、Missing がヒットするなど、2000年までエトングの活動を続けることとなった。バンド活動と並行して他のアーティストとのコラボレーションも行っており、 1994年には、マッシブアタックの楽曲、プロテクション、ベターシングスのボーカルを呼び、作詞。1995年には、映画、バットマンフォーエバーのサントラ収録曲である、ザ・ハンター・ゲット・キャプチャー・アドバイザー・ゲームにて共作を、発表した。1997年には、イギリス人のドラムンベース DJ であるアダム・ウェフの、ザ・ツリー・ノーズ・エブリシングにて、共作者。 ボーカルとして参加した。1998年、未入籍のまま、ベン・ワットとの間に、双子のジョージ、アルフィーとジーンを授かる。2000年に、エトグは解散する。理由は、複数あり、トレーシーが子供と過ごす時間を取りたいと考えていた一方で、ベンは巨大化したバンドの状況に違和感を抱いていたこと等が挙げられている。2001年に、息子、ブレイクを出産。 2005年にはドイツのハウスミュージックユニットであるティーフ・シュワルツのアルバム Eat Books のダメージにボーカルとして参加。同年3月には25年ぶりのセカンドアルバム Out of the Woods をリリース。アルバムからのシングルカット It's All True を皮切りにサイドソロ活動が精力的に始まる。2008年ハンガリーのグループであるアンベンディングトゥリーズのシングル オーバーチャーで共作。また同グループのアルバムで、ベンと共同で参加。2009年、ベンとロンドンのチェルシー登記登録書にて入籍。同年、マージュレ・コーズの20周年記念フルアルバムにて、ハンガリーのシンガーソングライターである、イエンス・スレイクマンと、ザ・マグネティック・フィールズのカバー、イエー・オーイエーを共作。2010年には、サードアルバム、ラブ・アンド・イッツ・オポジットをリリース。 2012年にイギリスのバンドであるザ・ XX のナイトタイムをトレーシーのソロ名義でカバーしベンがギターを演奏した。同年11月29日には4枚目のソロアルバムにしてクリスマスアルバムのティンセルライツをリリース。2013年自助伝アンアパートのディスコクイーントレーシー騒ー音自伝を上司。2014年からはイギリスの雑誌である ニューステーツマンにてコラムの連載を始めた。現在はロンドン北部の高級住宅街ハムステッドに在住している。ありがとうございます。